には6号艇の山田亮太、オーストですが節位置パワーの高倉をマークできるポジションだけに侮れない存在です。12レースの優勝戦新入院コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇浜本雄一トップスタート、そして5コースから伸びていく5号艇の高倉浩太、一周の1マーク、5号艇高倉まくっていく、インから応戦1号艇の浜本、外前は6号艇の山田、内を2号艇の山本でバックスレッジ、初優勝へまくったか、5号艇高倉浩太先頭リード、2停進半から3停進、2番艇1号艇の浜本、3番艇2号艇山本が1停進リード、12レース優勝戦スタートは正常です。1周の2マーク、5号艇高倉がトップでクリア、2番艇1号艇の浜本、3番艇2号艇山本の内を救って6号艇の山田、3番艇ですが6号艇の山田と外2号艇山本、ラップ状態後方は3号艇竹上、最後方4号艇一ノ瀬でレース2周の1マークです。先頭5号艇の高倉浩太、2番手から追いすがる1号艇の浜本、3番手をつけてくる3号艇の竹上をかわしていった6号艇の山田と2号艇の山本、さあ先頭は5号艇の高倉、1号艇浜本が詰め寄る、3番手ですが6号艇の山田、2号艇の山本変わらずラップ状態でレース2周の2マークです。2周の2マーク、先頭は5号艇の高倉、2番手1号艇の浜本、3番手ですが6号艇の山田が一歩優勢、上位5番、1番、6番、516の体系で優勝戦最終周回に入ります。1周の1マーク、まくってトップは5号艇の高倉浩太、2番手で1号艇の浜本、3番手6号艇山田、上位5番、1番、6番後方ですが2号艇の山本、3号艇の竹上、最後方4号艇の一ノ瀬で、これから6艇が最終ターンマークの旋回に向かいます。2018年11月ボートレース三国でデビュー、デビューから約11年半9回目の挑戦で嬉しいデビュー初優勝となりそうです。5号艇高倉浩太、最終ターンマークトップでクリア、2番艇1号艇浜本、3番艇6号艇山田、上位5番、1番、6番で優勝戦まもなくゴール、デビュー初優勝おめでとう。先頭5番高倉浩太五輪、2着1番浜本五輪、3着6番山田五輪、2番の山本、3番の竹上、ラスト4番一ノ瀬五輪。